さあこの後はない一旦距離を取りました両選手。小林自分を信じての戦いです。左フック、いやしかし肘が待っている。いやハイキック安川選手来ましたね、はい、いや小林の右腕が、いや小林の右腕はすでに破壊されている。もうテックで崩れた。ブライル立てるか小林。7、8同時に観客から小林コール。立ち上がったのライル、よく上がった。いやこれはバランス崩した。これはスリップですね。そうですね、ノーダイです。まだ目は死んでませんよ。そうですね、しかしながら右腕は完全に破壊されています。そこを狙って左からの攻撃、肘サポート小林、その右も出していく。小林聡絶対絶命。しかし奇跡は起こるのか。バックハンドブロー、左のハイキック、小林は痛めています。右腕、いやーローキックも効いている。膝で崩れた。安川選手、はい、改めて、はい、このサム号の戦いっぷり振り返ってもらえますか。まあ、普通のことをやっただけなんでしょうけど、普通のタイ人とか普通の選手だったら